ミッキーのマジカルクリスマス、雪の日の愉快なパーティーは2001年11月6日に発売されたアメリカのディズニーテレビジョンアニメーションが制作したアニメーション映画。ノーカット版、ホリデームービーとして発売された本作だが、実はディズニーの TV シリーズ、ハウス・オブ・マウス・ミッキーとディズニーの仲間たちのクリスマススペシャルである。プーさんやピーグレット、ベル、白雪姫、 アリエルをはじめとするディズニーのスターたちがクリスマスショーに大集合したファミリーアニメ特別編である。日本では2002年11月8日にブエナビスタホームエンターテイメントから日本語吹き替え版の VHS 同年12月6日に DVD が発売された。また2009年12月6日にディズニーチャンネルで放送されている。大雪の影響で動画 通行止めになったから、ハウス・オブ・マウスのクリスマスショーに集まった、ディズニーの仲間であるプーさんやピグレット、ベル、白雪姫、アリエルなど、家へ帰れなくなった。それを見たミッキーは、せっかくのクリスマスを思い切り楽しむため、大雪が止むまでパーティーを続けることを提案した。ところが、クリスマスに良い思い出がないドナルドはご機嫌ななめ。ミッキーはドナルドを喜ばせようとクリスマス関係の、 アニメを流すもどれもドナルドにとっては災難なものばかりでつまんないと言い出しミッキーは落ち込んでしまう。様子を見に来たジミニーに悟されお店の巨大クリスマスツリーの星をつける大役をドナルドに任せたことでドナルドの機嫌は治り皆でクリスマスパーティーを楽しむのであった。その他の日本語吹き替え、サダオカサユリ、ありがとうございます。